変な癖が最初からついてしまうと、古いスティックですねを、今のスティックのテクノロジーに合わせた 20FX からスティックで買ってください。皆さんこんにちは、鈴木正人です。今回も YouTube をご覧いただきありがとうございます。今回のテーマはアイスホッケーのスティックについて第5話、子供向けのスティックの選び方っていうのをやっていきたいと思います。僕の動画ではプロでアイスホッケー選手をしてきた中で、自分で用具のメンテナンスやセッティングというものを行ってきました。そこで得た知識や経験をもとに皆さんに向けてフィードバックしていければと思ってます。はい、という形でですね、アイスホッケーのスティック企画第5話、子供向けのスティックの選び方っていうのをやっていきたいと思います。以前ですね、こんな話がありました。子供にですね、アイスホッケーを初めてというかですね、やらせようとしている時に、お父さんが昔アイスホッケーをやってたんで、古いスティックですねを切って子供に使わせてアイスホッケーをやらせようとしてたっていう話があったんですけど、それの、話をこう深掘りしてたとか、今の現代のアイスホッケーのそのスティックの選び方とか、用具の使い方っていうことを考えて、僕がフィードバックとして皆さんに大切なことをお伝えしますので、聞いてほしいと思います。でですね、結論から言うと、アイスホッケーをこれから子供にやらせようと思うんであれば、まあ、僕みたいにプロとかでもいいですし、大学までやったお父さんとかもそうなんですけど、結論から言うと、アイスホッケーをこれからやらせる子供にはスティック買ってほしいなって僕は思います。で、買ってください。じゃないと、今のスティックのテクノロジーに合わせたシュートの打ち方とかができなくなる子供になってしまうっていうのが一点大きな要素としてあります。で、例えばですね、僕の息子がいますけど、今息子にアイスホッケーをじゃあ始めさせますって言ったら、僕だったら絶対スティック買います。で、なんでかっていうと、今ってジュニアのスティックって20フレックスから出てるんですね。で、昔って大人のこういうスティックありますよね。大人のスティックを切って使うしかなかったんですよ。子供のスティックっていうのはほとんどなくて、まあ僕が、そうですね、20代とかになってきた頃にやっと出始めたぐらいなんで、昔っていうのはもうなかったんですよね。だからこう折れたスティック半分に切って子供に使わせてたっていうのはあるんですけど、まあ一番最初に子供に興味本位ですよ、公園とかでやらせるぐらいだったら全然いいと思うんですよ。ライトハンドかレフトハンドか分かんないから、まあとりあえずやらせてみようかっていう段階ぐらいだったらいいと思うんですけど、これから本格的に防具を買ってアイスホッケーの防具全部揃えてリンクに通ってやるっていうんだったら、絶対スティックは買ってください。じゃないと今のスティックの特徴に合わせて速いシュートっていうのは打てなくなります。で、これがすっごく難しいのが、僕ら世代より前の世代っていうのはもう木のスティックでしたよね。今カーボンのスティックになってて、でスティックもめちゃくちゃ硬かったんですよね。100以上当たり前だろうとか、叩いてシュートは打てとか、スラップショットが当たり前だ時代だったわけですよ。でも今ってクイックリリースって言われてて、とにかくスティックのしなりを使わせてシュートを早く飛ばすっていう、スティックのテクノロジーを 100% 使い切るシュートの打ち方になってるわけですよね。で、これって日常生活でも同じだと思うんですよ。例えばお父さんがいます。お父さんは PHS っていう電話から i モードっていう電話に変わりました。当時まだパカパカのこう開くガラケーの電話で、やっと E メールが携帯でできるようになってきたっていう話、当時は画期的だったわけですよ。でも今ってそれ見たらはってなるわけですよね、子供たち。え、お父さんの時代って iPhone なかったのみたいな、液晶って緑だったのみたいな感じになるわけですよ。それと全く同じ状態になるわけですよ。だからそういう風な、古い知識のまま教えてしまうとかなり危険だよっていう話を、今回伝えていきたいと思います。で、20フレックスからスティックあるって話だったんですけど、今って本当にそのフレックスですね。トップハンドは前に出して、ボトムハンドは、下に押し付けてプッシュプルって言われてますけど、それで無知のようにしてシュートを飛ばすっていう形になってます。それが昔本当に叩いてスラップショットって言って、とにかくスラップショットで叩いて叩いてシュートって言ってて硬くてよかったかもしれないし、昔っていうのはスティック硬くしか作れなかったわけですよ。でも今カーボンの編み込みの技術だったりとか、その止めるグルーって言われてるボンドですよね、日本語で言うと。で、接着剤がすごく発達してきたから、そういうムチみたいに使えるものが出てきました。ゴルフのクラブだってそうですよね。釣り竿だってそうじゃないですか、カーボンのものだって。だから F1 とかの飛行機とかもそうですよね。で、そういうのってどん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 テクノロジーが発達していくわけですよ。だからそれに合わせて体も合わせて
練習しなきゃいけないですし、それを使い切れないとどん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 遅れていくよっていう話、どんどん差つけられてしまいますし、変な癖が最初からついてしまうとそれを取るのが大変になってくるんで、絶対最初はスティック買った方がいいです。で、僕今それに合わせて、僕自身がですね、アイスホッケーのスクールっていうか、まあなんて言えばいいですかね、小規模なんですけどやっていこうと思ってて、金曜日毎週ですね、ユーロスポルトで2階に、レッスンできる場所があるんですけど、そこで、僕はそういうスティックとかのテクノロジーを合わせたシュートの打ち方とかハンドリングの仕方、現代のやり方っていうのを、皆さんにお伝えしていければなと思って、やっていくので、できればですね、DM とかメッセージとかもいただければ対応もできますし、これからホームページも作ってちゃんとやっていくので、ぜひですねそちらの方も、お願いしますっていうと、ちょっと告知みたいになってしまうんですけど、昔の知識のままですねやってしまうと、どん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 そういう古いままになってしまうんですよね。さっきも、携帯電話の話しましたけど、まあ、本当に E メールだった時代が今は LINE に変わってますよね。で、仕事やるとスラッグっていうのが出てきたりとか、SNS だって昔 Twitter とか Facebook とかしかなかったやつが Instagram っていうのが出てきたり、 TikTok っていうのが出てきたりとか、どん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 時代っていうのは変わってきてます。それに合わせてちゃんとやっていかなきゃいけないんで、そういう技術を伝えるっていうことも大事ですし、ちゃんと用具も選ぶっていうのも大事になります。で、もう一つですね、大切な話、スティック、子供の柔らかいスティックとか選んだ方がいいよって、子供のスティック買った方がいいよって話なんですけど、ブレードの長さとかも違いますし、握るところの細さとかも違います。で、フレックスも20から始まってるって話なんですけど、小学校1年生とか低学年から始めると20キロ台とか30キロ台の子供って、たくさんいるわけですよね。で、さらにカットしていくわけじゃないですか。どんどん短く切っていきますよね。で、最初の長さに対して1インチって 2.54 切ると5フレックスずつ硬くなっていくっていう計算になります。だから子供が新品のスティックを買った時にですね、3インチカットしなきゃいけなかった、 7.5 センチカットしなきゃいけなかったってなると15フレックス硬くなるわけですよ。だからそういうのも考えてスティックっていうのは買っていかなきゃいけないです。で、一つの基準っていうのが、僕がアイスホッケーのシャフトの話第3話でしましたけど、体重っていうのが一つの基準になってます。で、それを基準にしてちょっと硬くするとか、次は柔らかくするとか、子供が、そういうのが分かるようになってきたら変わっていくと思います。で、あまりにもですね、これ超高価なスティックの買い物になるわけではないと思うんですよね。子供に関してはジュニアに関しては安くはなってるんで、だそういうのをですね、ケチんないでというか、ちゃんと適性があったものを買うっていうのが一番いいと思います。はい、という形でですね、今子供でもすっごい速いシュート打てる時代になりました。昔っていうのは子供が力なくて、パックがすっごい重そうなやつをこう根元から回してシュート上げるの大変だったんですけど、今もう本当に子供のスティックでもプッシュプル使ってリストショットでこの塔の方で打つとすごくいい軌道で速いシュートっていうのがいくので、ぜひですね、皆さん最初子供にアイスホッケーをやらせるときにはですね、スティック買ってほしいと思います。最初に試す段階ではまだいいですよ。ライトハンドかレフトハンドぐらいで、陸上でその、まあ、公園とかでちょっと遊ぶぐらいだったら全然いいと思いますけど、本当に氷上に乗って氷の上に乗って全部防具をつけてこれからちゃんとやっていくんだっていう形になるんだったら絶対スティック買ってほしいと思います。はい、という形でですね、告知も混ぜながら、今回の動画終わっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画で会いましょう。バイバイ。